自分は正しい人間だとうぬぼれて、他人を見下している人々に対しても、イエスは次の例えを話された。二人の人が祈るために神殿に登った。一人はファリサイ派の人で、もう一人は徴税人だった。ファリサイ派の人は立って、心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。私は週に二度断食し、全収入の十分の一を捧げています。ところが、徴税人は遠くに立って、目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのファリサイ派の人ではない。